ティン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 。はい、ただいま。おかえりなさい。本日のメニューは二郎にさ。やったー！私さ、わらしべ長寿。はい。なぜなら、ちょっと持っていくと、倍倍になって帰ってきて、うん、今日はニラがごそっと来たんで。何を持ってたらニラになったの？なんだっけ。うん。レモングラス。レモングラスが。株分けをしたとき、ルッコラと、うん、見て、花。この花と、うん、こっちにも花もう一個花束二つとひゅっあ、すごい綺麗ニラひゅそして、うん、餃子なんだけれど、うん、ちょっと話させて、うん、はい一回入れなきゃいけないの本当はね、うん、野菜を、うん、めんどくさいから塩もみして細かく刻んで塩少しまぶしてしんなりしてギューってやってやったら大丈夫いけそうそれをしないとどうなるかって言ったらびっちゃびちゃになってあ、あれか茹でた水がねそう、水、ほんと茹でて絞って切って切って絞るのか絞ってから切らないとなるほど、ね、この時点でびっちゃびちゃになってなるほどね大変だからだから餃子が内部崩壊するのはそうそうそう水分、水分がそう、水分がすごいから先になんか切って、まあ、剥がれちゃったり、ドロドロになったりくっついちゃったりビビになったりとかよくあるねなるほどねだから一回塩もみをしてくださいワンポイントアドバイスでした。ありがとうございました。はい、食べるよ。はい、はい、せーの、いただきます。はい。山盛りの醤油。はい、ちゃんと食べれるかな？サトシくん行きまーす。パク。おー、おいしい。ういっす。りゅうちくん、餃子行ってみましょう。はい。恥ずかしくない食べ方を。はい。これも食べ。食べ、はい。いただきます。はい。特選の餃子でございます。おいしい。はい、素晴らしい。はい。はい、とても食べよう。いただきます。